一方、香川県ではサッカーの期待の星が卒業の時を迎えました。讃岐南中学校のアンダー16日本代表、安西大輝選手です。安西選手はこれまでに3回、世代別日本代表の海外遠征のメンバーに選ばれています。去年11月には、日本サッカー協会などが主催する短期留学プロジェクトで、スペインの一部リーグ、レアル・ソシエダのトレーニングに参加しました。岡山の高校に進学し、J2 ファジアーノ岡山のユースに所属することになった安西選手。在学中のプロ契約を目指しています。3年間サッカー選手としても一人の人間としても大きく成長できたので、いろんな人に感謝したいです。プロ入って少しでも早く海外に行って日本代表でプレーできるように頑張りたいです。式の後には3年間共に戦い抜いたサッカー部の仲間と集まりました。この3年間いろんなことがあったけど、この仲間たちとサッカーができて、いろんな経験ができて本当に良かったです。母校への感謝と日の丸を胸に新たなステージを駆け上がります。